これから ML 動画塾を始めます。今日はアイビスペイントで数寄屋の家を重点的に描きたいと思います。それではまずホーム画面のアイビスペイントアイコンをタップします。続いてマイギャラリーのボタンをタップして新規画面を作成します。新規画面は右上のメニューバーのプラスをタップして、サイズは 1024×768 を選択してタップします。新規画面が作成されました。引き続き設定をします。下のメニューバーの一番左のツール繰り替えボタンをタップしてブラシツールを選択します。続いてブラシ選択ボタンをタップして、上から2番目の G ペンを選択します。そしてブラシ選択ボタンをタップして閉じます。引き続いてカラー選択ボタンをタップして下用が来ますので黒を選択して閉じます。続いてレイヤーボタン、メニューバーの右から2番目のボタンをタップして開きます。続いてレイヤーを7つほど追加します。レイヤーの追加は中央のプラスのボタンをタップして増やします。増やしましたら7ボタンをレイヤーをタップして閉じます。それでは描きたいと思います。まずアウトラインだけ取りまして、続いて細かく描いていきます。それでは細部にわたって描いていきます。